試合開始を前にしたスタジアムには独特の雰囲気が漂い始めました。エティハドスタジアムへようこそ。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、マンチェスターシティがマンチェスターユナイテッドと戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。現在リーグトップの守備を誇るチームとリーグトップの得点数を誇るチームとの対戦です。これは見応えのある攻防が期待できますね。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。今日はウィングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。こちらがマンチェスターユナイテッドの先発メンバーです。このマンチェスターユナイテッドですが、どういったチームでしょうか。世界を代表するビッグクラブですよね。長年指揮を取ってきた監督が退きました。チームは少し苦戦しているように見えてしまいますが、昔が強すぎただけなのかもしれません。いよいよマンチェスターユナイテッドとマンチェスターシティの試合が始まります。これは面白い試合になりそうですね。これはスローインになります。ブルーノ・フェルナンデス、ラッシュフォードに渡った。アドバンテージが取られています。マンチェスターユナイテッドファールを取られました。ただしまだ警告は出ないようです。エティハドスタジアムはマンチェスタースタジアムといった方が馴染みのある方も多いかもしれません。日本代表もこのスタジアムでイングランド代表とフレンドリー、思い切って打ってきましたが、わずかに精度を欠きました。横にそれたんですね。ただ入ってもおかしくないシュートでした。ドニー・ファンデベーク、キーパーへバックパス。ピオトル・ジエリンスキー、ゴールの形が見えたか。ユナイテッド、あっと入った、先制ゴール。お互いに負けられないこの一戦、まずはマンチェスターユナイテッドがライバルを突き放しました。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。厳しい顔をしていますね。同点に追いつかねばなりませんが、何か作戦を変えるのでしょうか。デブライネ、全世界の注目が集まるマンチェスターダービーですが、すごい雰囲気ですね。同じ街のライバル同士でもありますが、同時に世界屈指の規模を誇るビッグクラブ同士でもあります。マンチェスターユナイテッドにもマンチェスターシティにも素晴らしい選手が揃っています。同じ街にこれだけのクラブが揃っているのは羨ましいですよね。注目されるのも不思議はありません。今日の試合にも期待ができると思います。ロドリゴ、ボールはデブライネ、
ユナイテッドのチャンスになりそうです。ここはエデルソンが見事に止めました。パスをカットされたのはスターリング。ボールがこぼれている。このボールはスローイン。ドニー・ファンデベーク、ラッシュフォード、見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。アグエロへ。ここはディフェンスが対応します。ベストのタイミングでの飛び出しでした。はい、素晴らしいタイミングでしたよ。フィル・フォーデン、得意の形に持ち込みつつありますマンチェスターシティ。キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。中に入れた。ヘディングは枠に行きません。うまく当たりませんでしたね。マーカス・ラッシュフォード、タッチライン際を上がれそうです。これは絶好のチャンス。ここは大きくクリア。チャンスでした。フィル・フォーデン、ここは味方を使います。決まった。ゴール。ロングから狙ってきましたね。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。これは痛い同点ゴールです。監督の表情からも伺えますね。マンチェスターユナイテッドがボールを失いました。ファールはアドバンテージを取ります。マンチェスターシティのプレーが続きます。ボールはニアの味方へ。決まった。またしてもゴールです。勢いが止まりません。リプレイが出ます。このクロスでうまく崩しましたね。最後はこのヘディング、ちょうど頭の高さに来たボールにうまく合わせました。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。監督も厳しい表情です。早く同点に追いつきたいでしょう。マンチェスターユナイテッド、リードを許しています。スローインでのリスタートとなります。タックルが決まりました。相手ボールのスローインです。相手に渡ります。ピンチを出します。ケビン・デブライネ、アグエロに渡った。カウンターのチャンスです。セルヒオ・アグエロ、このシュートはブロックされました。コーナーキックのチャンスです。リードを広げられるでしょうか。ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。マンチェスターユナイテッド、パスをつなげない。マフレーズにチャンスです。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。ボールがラインを割ってコーナーキックになりました。 PK です。ここでリードを広げられてしまうとちょっと苦しくなりますよ。ファールです。迷うことなく PK を指示しました。ちょっと無理に行き過ぎましたね。
カードが出ないのはラッキーでした。止まった、止めた、止められました。キーパーに威圧されたんではないでしょうか。 PK のピンチを見事に救いました。よく止めました。ファインセーブです。コーナーキックが入ります。スコアは2対1。ここでハーフタイムを迎え、さあ後半です。マンチェスターユナイテッドは追いつけるでしょうか。これは見事なパスカットです。スペースに見事なスルーパス、エリア内滑っていった、奪った、チャンス、ブルーノ・フェルナンデス。マンチェスター・シティサイドをつけそうです。フィル・フォーデン、ドニー・ファンデベーク。マンチェスター・ユナイテッドがボールを失いました。ボールをクリアしました。ラヒーム・スターリング、デブライネ、素晴らしいパス打ってきましたが大きく外れてしまっています。噂になっていた大型移籍ですが、クラブから正式な発表がありました。はい、この移籍でチーム力をアップしますよ。デビュー戦が楽しみです。マンチェスターユナイテッドにフリーキックが与えられました。先ほどのプレーに口頭で注意を与えています。審判に目をつけられたくないですね。ラヒーム・スターリング、味方をうまく使います。スターリングのパスはカットされました。走り込んだ味方にスルーパス、マンチェスターユナイテッドパスをつなげない。フィル・フォーデン、アグエロに渡った、ピオトル・ジェリンスキー、チャンスです。あと、マンチェスターユナイテッド同点のチャンスをものにできず。惜しかったですね。これはショックでしょう。パスが通る、ゲームを作るパスが光ります。ジェズス、これはチャンスです。タックルでボールを取り返す。次に EA スポーツがお送りするのは UEFA チャンピオンズリーグのこの一戦です。今度マンチェスターユナイテッドが迎え撃つのはライプツィヒです。これも楽しみなカードです。チャンピオンズリーグの試合は一つも見逃せませんね。ジョアン・カンセロ、自在にパスを通していますね。ジェズス、ラヒーム・スターリング、中を確認したい。フィル・フォーデン、ジョアン・カンセロ、スターリング、ここで止められました。
惜しかったですね。エディソン・カバーニ、カバーニに戻る、絶妙なパス、エデルソンが反応した。ゴールを許しません。ボールを入れた。このボールは相手にクリアされました。いい位置でのスローインユナイテッドです。スローインのミスですね。そのまま相手に渡しました。このタックルはファールを取られます。などもあるかもしれません。ジョアン・カンセロ、スターリング、うまいパス、なんというタックル、チームを救いました。試合はまだまだ動きません。カウンターのチャンスが巡ってきた。試合は間もなく終了します。これが1点を追うマンチェスターユナイテッドのラストプレーになるでしょうか。終盤に入ってリードしているマンチェスターシティのサポーターから大声援が上がっています。エティハドスタジアムはパーティーの、とどめの一撃か。ディフェンスがブロックしました。シュートまで持っていきたい。このパスはカット、読まれていましたか。ブルーノ・フェルナンデスだ。キーパーの飛び出しが見事でした。ボールを抑えています。ボールはヘディング、でラインを割りました。ここで一人交代です。体力的な交代でしょうか。残り時間はあとわずか。マンチェスターユナイテッドは同点に追いつけるか。ここはよくスペースが見えていました。シュートのチャンスだ。ひとまず危険なエリアからクリア。得点につながってもおかしくなかったですね。決定的なゴールとなるか。ゴールだ。決まった。マンチェスターシティ、あえてニアポスト側にシュートしてきたようですが、問題はキーパーですよね。あのコースは反応できたんじゃないでしょうか。試合終了。マンチェスター・シティがダービーマッチを制しました。いや、非常に白熱したゲームになりましたね。見事にライバルチームを下しました。今日は勝利に値する素晴らしいサッカーを見せてくれたと思います。盛り上げてくれたライバルにもエールを送りましょう。